皆さんどうもピーマンドです。今回の栄冠ナイン実況では入学式をプレイしていくよ。現在我が校の評判は弱小でございます。ダルビッシュが作ってくれたバブルは完全に弾けちゃってますね。まあ正確には元通りになったっていうのが正解ですよね。本来俺たちこんなもんよ。ダルビッシュがいたから強くなれた。ダルビッシュがいたから甲子園の決勝の舞台まで行けた。短い夢ではあったけど本当に楽しかったよ。あの時代に戻りたいなー。ああ戻りたい戻りたい。あの時代に戻るためにはダルビッシュ級もしくはそれ以上の天性 OB や天才選手っていうのが我が校に入ってこないともうそれは無理なことだと思いますので、果たして今回の入学式でそれが入ってくるのか。おそらくね、年代設定を変えることができると思いますので、もしも変えれるのであれば一つちょっと考えてることがありますのでね、まあそれは後ほどということで、じゃあ入学式迎えていきましょう。どんな新入部員が入ってくるのか。あら、年代設定変えることできないのか。なんでだ ?2020 年。3年もう経ってるから変えることが可能だと思うんですけどね。残念。3年以上プレイしないと無理なので、今年含めてですね。なのでも年代設定は変えられないので、一つちょっと策があったんですけど、それは来年以降ということになりますね。くっそー。まあでも仕方がないですね。もう年代設定が変えられないので、まあこの今ね、新入部員8人今年は入ってきてますけども、まあこの8人の中にもしかしたら俺が求めている天才 OB 天才プロだったり天才選手というのがやってきてくれるかもしれませんのでね、もうそこを祈るしかないでしょう。細かい設定は変えることはありません。都道府県も変えません。この8人の中に俺を助けてくれるピーマン高校を救ってくれる救世主がいることを祈りましょう。さあ果たしてどうなんだ今年は。まず一つ分かることっていうのは、天才選手今年もゼロでございますね。いいんですいいんですいいんです、いつも通りっちゃいつも通りですからね。はい、オッケー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 。さあ一人一人の能力確認していきましょう。まずは片桐くん、外野手のポジションも持ってますね。投手では127キロコントロール D でシンカーボールを持っている。まあそれだけだね。でまあ野手能力も決してあるというわけではないし、二刀流でやっていくのは厳しいですね。まあこの選手は普通に投手として育てていけばいいでしょう。で次山根。山根弱すぎねえお前ね。まあ弱小まで落ちぶれるとこういう選手がたくさん来るんだね。いや名門の時からずっとこうよ。なんか知らんけどずっとこんな選手しか来ないんだよね。うち嫌われてるんでしょうね。堀江くん、ああまあこいつもまあまあまあいいっちゃいいですけども、まあ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 ですよ。で上竹さんでしょうかね。上竹ですね。内気の選手で、まあ初期能力もそれなりに高く、ステータスも137ですからね。まあ弱くはない。まあでも決して強くもないって感じ。さあここから露木ですかね。はい弱い。で柳沢、おお対左 B を持っている。それはいいことではあるんですけども、まあそれだけの話で。みなわさん、まあいいと思うよそれなりにね。最後飯野くん、はいチャンス B を持っている、まあ、それもいいと思うんですけども、まあこんなもんですね。全く野球やるモチベーションが湧いてこない件について、いやこんな8人とこれから野球やっていくなんて嫌でしょ。嫌だよ、全力で拒否するよ。これはねやっぱもう能力が低すぎるし、こんな選手と野球やったところで結果出ないことは分かってるからね。なのでもう今年1年は育成の年っていう割り切ってですね、次の年まで一気にスキップしていこうかなっていうことを考えてます。まあこの年代は変えられませんでしたけど、おそらく次の年になるとですね、3年以上プレイしたことになりますので、年代を変えれるようになると思うんですよね。そうなったら俺の考えていることっていうのがもしかしたら実現するかもしれない。それが実現しないとですね、やっぱりもうダラダラ長々と栄冠ナインを続けていく、まあそんな動画見ても面白くはないと思うし、やってても僕自身面白くないと思いますので、そうします。もう今年1年はスキップしていきたいと思いますのでね、来年迎えましょう。そしてそこであいつを手に入れよう。さああれから時は1年経ち、2022年入学式前までやってきましたよい。ちなみに2021年の夏と秋の結果はこのようになりました。どちらも初戦敗退というね。はあボコボコです。だからなんですよね、強い選手がいないとこういう結果になる。だからそれを手に入れるためわざわざ1年スキップしたわけだ。さあ目的のものを手に入れることは可能か。2022年の入学式
迎えていきましょう。はい、次はしっかりと年代を変えることができますので変えていきましょう。先ほどから私ピーマンが言っていたあること、まあ、考えているということはですね、年代を2004年にして田中将大を手に入れること、それが今の目的なんだ。まあ、マー君といえばね、日本でも素晴らしい戦績を残し、ヤンキースに行っても素晴らしい活躍をしてですね、何よりも負けない男として、非常にね、有名ですよね。その将大、田中を私ピーマン高校にね導くことができたら、ぶっちゃけダルビッシュ以上の黄金時代をね築くことができるんじゃないかなと思いますので、田中将大を手に入れるために2004年の年代にしていきましょう。その時代選手の一覧にもマー君の名前もあれば、まあダルビッシュの名前とかもありますからね、まあ確実に出てくるんじゃないでしょうかね。まあ運ですからね、これはね、確実とかはないかな。まあ、とりあえず年代を変える以上ですね、やっぱり来てもらわないと困りますからね。で、新入部員は6人ということになりますので、まあね、先ほど紹介した通り1回戦2回戦で敗れているため、まあ、残念ながら数は少ないですけど、その6人の中にマー君がいてくれたらいいよ。でね、都道府県設定もですね、マー君が、まあ、高校時代を過ごした南北海道に変えてみたいと思いますので、まあ、こうすることによってね、本当、まあ、かなり高い確率で田中将大が出てくるんじゃないかなと思いますのでね、ちなみにここは参加校数も結構多いですね。愛媛とは違うが、しかし、ここでやるのはたったの1年のみです。マー君をまた手に入れたらですね、愛媛に戻りたいと思います。初の甲子園優勝は愛媛でするっていうことは何度も言ってますのでね、まあ、とりあえずこの1年は南北海道で舞台を移し戦うことになり、果たしてマー君を手に入れることはできるのか。せっかく年代も都道府県も変えるんだから、これで来なかったら何の意味もないわけですからね。マー君来てくれ、ピーマン高校を助けてくれ。どうだ、いやマー君ではないけども、また違う、この顔見覚えあるぞ。前剣だ、なんか目的の人物とは違うけど、イエース、いや、ええよ。まあ、特殊能力とかはね、対ピンチ、対左、E とか、まあ、ついてますけど、そんなものは消していけばいいだけですからね。で、打者としての能力、まあ、そこまでないですね。バッターとして育成するっていうわけじゃなくて、当然投手として、前剣をこれから育成していきたいと思います。目的の人物とは違いましたが、とりあえず前剣、我が校に来てくれてありがとう。そして、これから君が、ダルビッシュの後を引き継ぐ最強のエースになる。まあ、そう育成していきますのでね。ちなみに性格はやんちゃ。前剣ってやんちゃか？あまりそんなイメージないですけど、ちょっとオラついてる前剣らしいですね。これ味方がエラーしたらブチギレそうだね。ああ、なるほど、みたいな目で見ないでしょう。首根っこ掴みに行くんじゃないでしょうかね。まあ、それ以外の選手も見ていきましょう。もしかしたら天才選手もいるかもしれませんのでね。んで、続けて、おおおおまあ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 、能力的には強くはないが、伸びえ、対強打者丸、ええよ、強いよ、いいよ、他の選手も魅力的じゃないか。で、なんて言うんですか、熊谷ですか。まあ、これも悪くはないって感じですけどね。で、玉井、選球眼持ち、まあ、これもそんなに悪くはなく。で、白石、あ、もうこれはひどいですね。明確にひどいと言えますでしょう。で、最後、真中。まあ、特殊能力は持ってるしって感じですね。いや、もう前剣来ただけでお釣りは来てますから。なあ、まあ、何度も言いますが、目的の人物ではないですが、我が校に新たなメジャーリーガーがやってきてくれたので、これから大切に、大事に育てて、いずれね、この男と共に、あの舞台に戻る。あの舞台に必ず帰りますのでね、よろしく。まあ、これから年代は3年間帰れませんので、まあ、前剣とこれから3年間歩んでいくことになりますし、またマー君ともね、甲子園の舞台で戦うことにももしかしたらなるかもしれませんよ。マー君こっちに来なかったということは別のとこに出てきたってことですからね。そのマー君と前剣の戦いっていうのも一つ注目でございますね。さあ、入学式は終えました。再びまた黄金時代を作るべく、ここから頑張るぞ。育成方針、どうしていくか。やっぱね、本当もう1年目からずっと前剣を育成していかないとダメだと思いますので、これはもうしばらくは守備投手重視タイプで、もちろんね、この1年っていうのも全力で戦いますよ。甲子園を目指しますけども、ただ長いスパンで見ていこう。まあさすがにね、まあ、即戦力で使えるとはいえど、前剣がね、やっぱ能力を上げていかないとどこかで必ず打たれるし、まあ、あのダルビッシュですら甲子園の舞台で打たれたわけですからね。なので、まあ、今年1年2年っていうのはもう育成と割り切ってやって、で前剣を強くしていくってことだね。で、前剣はもうすぐ誕生日かい、16歳。
で強くなるんだよ、年を追うごとにね。当たり前だよ、君にはそれを求めている。ダルビッシュ以上の投手にしてみたいね、このマエケンをね。そうしていけるように頑張らねばならない。やんちゃですからね、多分球速とかその手の能力が上がりやすかったりするんじゃない。投手だとやっぱ速球ですからね。160、170投げるマエケン作ってみようかな。もうマエケンはもうガチでガチガチにマエケンしか育てないくらいのつもりで、これ全部ここに熱注ぎ込むからね。それ以外のやつは無視や。 あとは自分らでやってろ。マエケンとお手手つないで俺野球するから、それくらいの気持ちっすよ。前田の動きが今日は軽快だ。オーケー、いいですね。こうやって青パネル踏むことによって前剣のプラスもあるわけですから、そういうこともね。でね、ダルビッシュを育成してですね、まあピーマン高校が一番ピークだった頃、甲子園の決勝まで行った時はダルビッシュの女房役っていうのがいたんだよね。キャッチャー A の特殊能力を持った選手だからね、これも同じく前剣の女房役になる選手っていうのもまたそこも育成していかないとね。やっぱ前剣一人だけ強くしてもしゃあないってことは、まあ過去の栄冠ナインから見てもわかるからね。それでボコボコにやられてきてるんだから。だからまあ先ほどね、入ってきた新入部員の中のキャッチャーもいたわけですから、あのキャッチャーを今後ね、前剣ほどはちょっと難しいかもしれないですけどね、まあ、それなりに強くして、またキャッチャー系の特殊能力っていうのもつけていきたいよ。ちなみに今キャッチャーのね、特殊能力持ってるんですよ。これですね、キャッチャー必勝本使うとですね、キャッチャーの特殊能力プラス2がつきますので、どうしようかな。もう早速ですけど使っていこうかしらね、新たに入ってきたこの熊谷というキャッチャーに使いましょうか。そうしましょう。はい、使ってキャッチャーとしてリードがかなり上手くなった。どれだけ上手くなったの、それ気になる。はい、キャッチャー B ですね。まあ最終的にはこれをキャッチャー A にしたり、金徳なんてつけれたらいいんだけど、もうこの時点でかなりいいキャッチャーということは言えますよ。ほんでこの選手はまあパワーもある選手ですからね、その自慢のパワーを生かして守ってよし打ってよしの最強キャッチャー。理想は城島みたいな。ああ、できれば最高。理想ね。あくまでも理想ですから、そこまで持っていくのは厳しいよ。じゃあ早速マエケンに練習指示を出していこう。まあ先ほど言った通り、まずはスタミナ。性格も変えましたのでね。もう一気にスタミナをもう B、A くらいまでこの1年目だけで持っていって、まああと2年からはコントロール変化球。ほんでまた特殊能力っていうのもね、タイピンチとかそういうものを抱えてるので、そういうところも消していかないと。で、先ほどキャッチャー系の特殊能力をつけた、この熊谷。今これから女房役になるわけだが、まず女房役としてその補給では前剣の球ろくに取れないでしょ。だから守備能力、まあ補給ですね、まずはそこから上げていくといった感じでいいでしょう。6月27日本日この夏の組み合わせ抽選会が行われましたね。先ほど言った通り舞台は北海道に移ってるわけですから、強敵が多いんじゃないでしょうかね。なんだこれ、すごい、なんか読めないよねこの漢字、知らないこれ。うわー、で C ランク、ちょっと待って、2年連続初戦夏で敗北してる俺たちにこれぶつけてくる。いや神様は平等じゃないね、俺たちに厳しいわ。ただその厳しい試練を乗り越えた先にあるのが夏の甲子園だと思いますのでね。まあ舞台が変わり前剣も加入したが、ちょっと初戦から厳しい相手になりますが、その大きな壁を乗り越えた先にある甲子園を今年掴めるようにね。まあ前剣がいますけど、前剣を1年目から使うわけにはいかないというかね。やっぱ他の選手が頑張っていかないとダメです。他の選手も育成しながらやってきたので、まあ、1年目はもう前剣は、温存します。使えません。今いる選手たちでも頑張って戦って、舞台が変わったところで、勝てていけたらなと思います。最後にですね、次回プレイする夏の県大会のオーダーを作っていきましょう。まあでも能力の高い選手っていうのはほんとちらほらいるわけですからね。まず先発に関しては小杉、君に決めたこのチームのエースですね。まあだいぶ強いでしょ、お前に決めたんだ。で1番にね、まあ、足の速い藤巻という外野手を置いておこうかな。この選手はセンター起用で、で2番に小西、まあ、こいつもミート力がありますからね。ほんで4番に転生プロの竹内ですね。転生は前剣だけじゃありません、この選手もいるわけ。ちなみにこの選手は3年生ですから、まあ、竹内は今年最後の戦いになるが、さあ果たしてどういう活躍をしてくれるか注目ですよ。それ以外はこんな感じでよろしいでしょう。また前剣とね、この熊谷というキャッチャーもベンチにはとりあえず入れておきたいと思いますので、果たしてこのオーダーで次回プレーする夏の大会どこまで進めるのか、3年連続初戦敗退を回避することはできるのか、次回の動画注目して見てくだされ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またおう。